皆さんこんにちは、エルザです。今回は上位勢に聞いた各ルールの極意ここ編について解説をしていきたいと思います。こちらの動画は以前ライブ配信で行った肥満のチャンネルさんとの会話から内容をまとめたものとなります。要点をまとめた内容にしてますので、その他の話を聞きたい方は過去のライブ配信をご覧ください。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、それではガチホコやっていきましょう。草屋だね。今回がローラーガロンという実っていう感じか。一戦ね、ドリンクうまく使えるといいね。結構辛いっちゃ辛い編成ではあるからね割れないからね、割れないからな、難しいよね。ナイス、もつもつ、ここ置いといて、ボム、やっちまったな。あら、飛ぼう。ドリンクも置いてくれてるし。あ、いや、まあ、ちょっと怪しかったな。ここ置いといて、相手の意味攻めてきてるからね。とりあえず置いといて、これ当たる？そう、落ちるよね多分ね。落ちなくて、その場ブラスターがね、爆風入るからな、ダメージね、グレバリンの中ね。さて、防衛か。とりあえず慎重に避けながら、取れた取れた大魚大魚、これはいい。ね、こっから攻めたいけど、俺もそれはメガホン使っておきたいかな。ちょっとこれこっち引き際でいいかな。まあまあまあ味方いるしね。ここは割れるかな。あ、中央取られたか。反問は止めたいよね。やばい、3落ちはやばい。よし、取った、あぶねー。時間稼ぎはしたけど、取れた。で、よし、これは無理。まあ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 、味方上がっててエリアも取れてるから、まあとりあえずこれは行くか。一応土で弓がナイス。あ、こうや落ちたね。よしよしよし、じゃあこれはいける、これはいける、これは行かないとダメ。いるやろそこいたよね、危な。よし、決まった。あぶねあぶね。あ、突っ込んでたローラーに、ね、餌食になってたからね、いい判断だったんじゃないかなと思います。はい、ということで試合の方はね、ここにして本編の方に行きたいなと思います。それでは本題に入っていきます。今回のテーマは上位勢に聞いた各ルールの極意ここ編ということで、ガチャホコについてまとめていきたいと思います。まず今回極意として挙げられたのはこの3つです。関門前で止める、矛を持つ、攻めに大事な1キルという3つでした。ではそれぞれ見ていきましょう。まず1つ目、矛に関しては以前の矢倉と違って関門前で止めることがとても大事ということでした。
というのも矢倉と違ってルートが複数あり、移動もある程度自由が利くので、確実に止めやすい関門前なので止めることが大事ということでしたね。止める方法としては関門裏にしっかり攻撃をして置き打ちをしたり、置く瞬間のジャンプを打ち抜くということでしたね。またガチホコに関しては矢倉と違ってデスが試合に与える影響が大きいようです。防衛の仕事としてもホコを取る役割があるため、関門前で止めるためにもデスを抑えて対応できるかが大事ということでした。まあ、止めるって言っても結構難しいことですからね。やっぱ徹底ぶりが大事っていうことです。続いて2つ目ですね。ホコを持つことに関してはチームとして味方を前に出したりするなら積極的に持っておきたいということでした。ガチホコを前に持っていかないと試合に勝てないので、後衛としては持つ意識は大事ということですね。また後衛かぶりをしていたとしても味方の後衛が持たないようであれば、自分が持つように意識した方がいいようです。とにかく勝つためにはその選択しかないようなので、それはそれとして割り切ろうということでした。ここで持たないと悪循環になるみたいですね。またここを持つということですが、ここ運びの際は早めに持っていくのが大事ということです。理由は持つ時間が長いと相手のスペシャルが溜まってしまうので、防衛されるきっかけを作ってしまうというのにつながるらしいですね。また運ぶ際ですが、イカロールは必須となっています。火ダメを抑えながら無理やりカウントを進められるので、使えては損はないですということでした。ぜひ覚えてくださいというところです。それでは最後です。最後はキルに関してですが、2つ目の矛を持つ前にするといい大事な意識となっているようです。矛を運ぶシーンというのはなるべく邪魔をされない状況を作ることが求められます。ですが後衛がいたり高台に敵がいる状態で矛を運ぶとやられちゃうので、その処理意識を上げていきましょうということでしたね。これができていない状態で矛を持ってしまうと運べない上にデスで防衛ができない原因になるので、持つ前に意識したいっていうところです。またこういったポジションは味方に後衛がいなければ弓の仕事となるので、積極的に取りに行ってから運ぶっていうのが大事らしいですね。結構ねキルを意識するっても大事なところのようですね。ということで今回の歩行の極意は以上となります。ガチホコは運ぶための下準備が大事という感じでしたね。運ぶためにも相手の後衛の管理や高台の把握、運ぶためのキャラコンなどしっかり磨いていきたいところです。この他にもいろんな話をライブ配信でしてみましたので、細かい話を聞きたいという方は概要欄に元動画がありますので見に行ってみてください。はい、ということで解説の方も無事終わりになりましたので、本編の方を見ていきましょう。ここね、いい感じに今リードが取れててめっちゃ運んでくれるんよねめちゃくちゃありがたい。これはでも引けるかな、引きたい。シュン戻って、まあ、ちょっとね味方が見殺しになりますが、まあ上がってきてくれたのはありがたいよね。さあこっからメガホンでカバーしつつ、ナイス、そこをカバー偉すぎ。結構ね歩行を持つ人でね、そのおかげで高台の処理ができるんだけどね、この試合ね。いいよ、こっちでいいの、こっちでいいの、もう1までいったよこっちでよかったのかな。さあ、あとは防衛に備えてね。さやはねマジで逆転しようと思えばできるからね、事故が怖いから。ここら辺はねなるべく慎重に。よし取れた。自陣いないっけ、いるよね。ごめん逃げる、無理かとこんな感じでね、ちょっと事故の原因が起きるよね。ナイス、危ない危ない。まあでも最後味方が割ってくれたからよかったけど、ちょっと危険だったかな防衛はね。
ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。